はい、皆さんこんにちは、銀ゴルの小池です。今日はですね、中級編というか上級編というか、少しちょっとレベルの高い話をさせていただきます。で、コースに行った時に、今私持ってるのが7番アイアンです。で、私の場合は、飛距離がだいたい7番アイアンで170ヤードぐらいを、目安に打ってます。で、プロはですね、まあコース行った時にこの7番アイアンをいろいろな距離に打ち分けて打つことができます。で、一体どうやって打つかで、まず自分が今170ヤードって言ったんですけど、3種類ぐらい距離をだいたいみんな持ってます。で、私の場合は170ヤードを基本にして、ちょっと振っていったのが175ヤードで、それと少し距離を落として振ったのが165ヤードで、165で160まで落として打つこともあります。で、もっと極端なこと言うと、ちょっとアゲンストだったりすると、本当に感覚的に150ヤード打つんじゃないかっていうぐらい距離を落としてスピンを減らして打つこともあるんですけど、じゃあその打ち分け方どこでやってるかね、プロによってみんな違うと思います。で、まあ、一番シンプルなのは少し短く持つこと。そうするとそれだけでもヘッドスピードが落ちますので、距離が落とせますよっていう人が多い。で、その時はスタンスを狭くしたりとか、ね、それとか体重移動を少なくするとか、テイクバックがいつもここまで上げてたのが少し落として小さいスイングをする。で、いろいろあると思うんですけど、まあ、ちょっと中級上級のテクニックとして、いろいろこう距離の打ち分けするにあたって共通点というのは、私が思うにはフィニッシュに現れると思います。例えばフルスイングしたらアイアンとで言えどもここまでヘッドがこう来るまで回る。そしていつものこれプロって 100% でフルスイングしてアイアン打ってるってことがほぼないです。ほとんどないですね。まあちょっと、フライヤーとかそういうのを計算しながら、あ、ボールを上げなきゃいけないとか言ってバンって振っていくときはあるけど、ほとんどが 7,8 割でアイアン打ってきます。なので私の場合もそうですけど、170ヤードっていうのは7割とか8割ぐらいの距離の話、そして振っていくと175ヤードぐらい飛んでいく。なので基本的に170ヤードっていうのはいつもの自分のスイングで、これちょっと175で7番だと届かないなっていう時は、いつものスイングが抑えてるわけですから、それに対してちょっと今みたいに最後まで振り切っていくっていう、そうすると今のでだいたい175ヤードぐらいで、170ヤードっていうといつものスイングだとそんなに振り切らないです。このぐらいですね。で、このぐらいだとコントロールできるので、いつも170ヤード打てるわけです。175飛んじゃったりとか、ダフったりトップしてちょっと170ね、いかなかったりとか、そういうことがないように今みたいに 7割ぐらいで打っていく。じゃあ今度は165ぐらい、ちょっと7番じゃでかいなっていう時は、さらに今ので5割6割ぐらいでこう振っていきます。で、今分かったようにフルスイングここまで振ってました。で、普通の時はだいたいフィニッシュがこのぐらいで、今の165ヤードっていった時は5割6割はこれ止まります。なので皆さん練習場で打ち分けた時はフィニッシュの形を意識して練習されるとすごくイメージが湧くと思います。で、逆に今度はね、7番アイアンで150ぐらい、まあ普通だったら8番アイアンで打つところですけどね、そうするとさらに小さくなってくる。その時は自分なんかもさらにちょっと短く持ってスタンスを狭くして飛ばしたくないので、で、こういう時っていうのは強いアゲンストが吹いてたりとか、で、軽く打つってことはそれだけスピン量も減るので、風の抵抗を受けないので、わざと8番で打たないで7番とかで、これはもうかなり抑えていきます。
で、そうすると今ので150ヤードぐらい飛んでくる。なので距離を変える時っていうのはあらかじめインパクトの強さだけで対応しようとすると緩んだり逆に潰しすぎてスピンが効いちゃったりとかボールの曲がる原因にもなります。それと腰をちゃんと使って小さくなったからってよくアマチュアの人が多いのが振るときは腰を回すけど飛ばさないって言うと、まあ、体止めてこう手で打ったりする。でこういうのはミスにつながってくるので必ず自分のスイングの大きさですね、そこからフィニッシュの形を、もちろんトップはコンパクトになりますよ少し、ただフィニッシュを大きく普通でコントロールでアゲンストの時みたいにもっとコントロールで、だん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 このヘッドが、ローテーションが少なくなってきます。飛ばす時の方がタメが大きくできてヘッドが触れてくるのでこうなってきます。で後ろからビデオを撮った時も振るん時はクラブはほとんどプレーン上にこうきます。でだんだんコントロールしていくとフェース面もあまりこう変えなくなってくる。最後ね、軽く打った時なんかはこのぐらいヘッドもこういかないで少しこうちょっとシャフトが立ってくるような状態だから思いっきりパンチショットなんか打つ時ってクラブヘッド走らしちゃいけないんで打った後にフェースがこうシャフトがこういう風に立ってくる、このイメージ。そうすると、皆さんボールの距離のコントロールができると思います。なのであともう一個大事なのはさっきも言ったんだけど手打ちしないってことで加速した状態で全部当てられるってこと。飛ばさなくていいからって減速するのではなくてどんなに小さく打つ時もこれわざとやりますけど分かりやすく必ずポンって止めていくのにしてもボールに当たる時っていうのは必ず加速した状態でグッと当てるようにしてください。そうするとミート率とか方向性もブレないで距離のコントロールができると思います。ですので今日はちょっと中級者上級者ですねがやるクラブ1本でもちろんねスピードをね少しゆっくりめで考えていけば飛ばないっていうのもありますんで飛ばさないのであれば今の打ち方と、まあ、少しこうゆっくり打つ、まあ、これもすごいいい案だと思います。ただまあ重要なのは、加速して当たるということ、そしてフィニッシュの形が変わってくるってこと。振るでいつものスイングでコントロール、どんどんシャフトが少し立ったような状態で、ね、この形をイメージして練習してください。そしたらコース行った時に、うまくコントロールできるようになります。あ、ここはちょっと強くちょっとハンクラブ足んないなっていう時はいつものよりも、まあ、いつものスイングできるといいんだけど、ただ普段からね 100% 振ってる人はクラブ上げるしかないと思います。なのでアイアンは普段は7割とか8割で打ってて飛ばしたい時はもっと振ってあげる9割とかで、飛ばしたくない時は逆に5割6割に抑えてあげる。で練習場ではさらに4割5割でボールをコントロールして飛ばさない練習、こういった練習もね、普段からやっぱり練習場行くとみんな曲げないこととか当てることをすごい一生懸命になっちゃうと思うんですけど、中級者上級者っていうのはやっぱりスコアメイクを考えていくと、アイアンの練習っていうのは縦の距離がすごく大事になりますので、皆さん今日の距離の打ち分け方練習場でやってみてください。頑張ってください。ありがとうございました。